皆さんこんにちは。今回は私たちの体が持つ驚くべきシステムである免疫システムに焦点を当て、特に高齢者にとって重要なテーマである免疫老化とその影響を受ける疾患について深掘りしていきます。免疫老化が私たちの健康に与える影響を理解し、未来の健康に向けて備えましょう。まず私たちの体が免疫システムを通じてどのようにして病原体から身を守っているのか見ていきましょう。免疫系は自己組織と微生物など非自己の外来因子を認識し、非自己を排除する生体の防御機構です。免疫系には大きく分けて2種類あります。一つは外来因子を単純に標的とする自然免疫と呼ばれるもの、もう一つはワクチン接種や感染したことによる免疫記憶により T 細胞及び B 細胞の抗原特異的な受容体が特定の標的を認識して効率的に排除する獲得免疫です。免疫細胞は私たちを守るために奮闘し、体内に潜む異常な細胞やウイルス、細菌などを攻撃し、私たちを病気から守っています。しかし、加齢とともに起こるのが免疫老化と呼ばれる現象です。これは免疫システムが機能低下し、感染症に対する抵抗力が低下することを指します。この免疫老化が進むと、様々な健康問題が引き起こされます。高齢者では、感染などの明らかな原因がないにもかかわらず、炎症マーカーである CRP や、炎症性サイトカインであるインターロイキン6、主要エシ因子の血中レベルが増加しています。この慢性炎症が加齢関連疾患の発症に関連することも示されており、2000年にはインフラメーションとエイジングを組み合わせたインフラマエイジングという概念が提唱されました。さらに加齢に伴う慢性炎症によるインフラマエイジングの存在は老化そのものを促進することが示されました。このように老化した細胞により産生されるサスプ因子や死んだ細胞で形成されるダンプスなどが作用して、免疫細胞老化による直接的な影響だけでなく、組織細胞の老化による間接的な影響も加わり、インフラマエージングという加齢に伴う慢性炎症状態では病原体に対する生体防御反応やワクチン接種に対する応答が低下し、感染しやすくなり重症化しやすくなります。今回はこの免疫老化のメカニズムやその影響を詳しく見ていくことにします。何が免疫老化を引き起こすのでしょうか。その原因は様々です。遺伝的な要因も影響しますが、生活習慣やストレス、栄養不足などが大きく関与しています。特に高齢化に伴う体内の変化が免疫システムに及ぼす影響も見逃せません。胸腺は T 細胞の成熟や分化に必要な組織ですが、加齢に伴い繊維が細胞、脂肪細胞、老化細胞に変化し萎縮していきます。酸化ストレスや DNA 損傷が胸腺の老化を促進するという報告があります。加齢とともに老化細胞が生体内に蓄積されて、脾臓やリンパ節などのリンパ組織でも老化細胞の蓄積が起こります。骨髄における造血幹細胞の疲弊や機能不全が免疫担当細胞の分化増殖に悪影響を及ぼし、加齢による免疫老化の根本的な原因の一つである可能性があります。実際にこうした免疫監視機構が低下すると老化細胞の蓄積が促進されることが報告されています。さて、免疫老化が進むとどうなるのでしょうか。免疫細胞の機能低下により感染症への抵抗力が低下します。これが原因で高齢者は肺炎やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。実際に季節性インフルエンザにおいても年間死亡者数の 95% 程度が65歳以上の高齢者であり、近年の新型コロナウイルス感染症などの外来病原体による感染症に罹患した高齢者の重症化や死亡率が極めて高い状況です。また老化細胞が蓄積することで生じる過度なサスプは、がん、心血管疾患、糖尿病、白内障、アルツハイマー型認知症、骨粗鬆症、変形性関節炎など、加齢による慢性炎症がその病因となりうる様々な疾患を引き起こします。自己免疫疾患は、免疫細胞が正常な細胞を攻撃してしまう状態です。これは免疫老化が進むと発症しやすくなります。特に膠原病患者では、骨、筋肉、皮膚、血管など結合組織を中心に全身の臓器に慢性炎症が起こり、関節の痛みや腫れ、全身の不調を感じるようになるため、日常生活に大きな影響を与える可能性があります。全身性エリテマトーデスなどの膠原病は、遺伝素因のある人に環境要因が加わることで免疫異常が起こり、
その免疫反応による炎症が組織を障害します。これら膠原病は加齢とともに発症し、その多くが指定難病です。人疾患において、ミトコンドリア DNA がダンプスとして、先ほどの全身性エリテマトーデスなどの増悪に寄与することが報告されていました。しかし全身性エリテマトーデス以外の免疫疾患において、ミトコンドリア DNA がどのようにして細胞内や細胞外に漏れ出すのか、そして、その意義については分かっていませんでした。最近、大阪大学医学部呼吸器免疫内科のグループにより新しい発見が報告されました。膠原病であるベーチェット病の場合は、ミトコンドリア膜に穴が開いて、ミトコンドリア内のミトコンドリア DNA が細胞質に漏れ出し、細胞質内のミトコンドリア DNA がエクソソームとして細胞外に放出され、そのエクソソームがマクロファージなどの細胞に取り込まれて、炎症性サイトカイン産生を誘導するようです。では、免疫老化を遅らせるためにはどうすればよいのでしょうか。慢性炎症は老化だけではなく、例えば過食による肥満でも起こります。カロリー制限によって、慢性炎症が抑制され、生物学的年齢が改善することも実験的に証明されています。適切な栄養摂取、運動、質の良い睡眠、ストレス管理が鍵となります。これらの生活習慣が免疫細胞の機能をサポートし、免疫老化の進行を遅らせることが期待できます。炎症性サイトカインをはじめとする、サスプ制御による抗老化治療も有望視されています。また、老化細胞が加齢に伴い蓄積している病態においては、老化細胞を除去することで炎症マーカーが低下し、その病態が改善することが報告されています。この老化細胞を除去することによる抗老化治療、セノリシスが提唱されています。これまでは、ここの老年病が個別に治療されてきましたが、老年病や個体老化の病態の根幹に、細胞老化が関わることが明らかになるにつれ、これらの抜本的解決方法となりうる。この老化細胞を特異的に死滅させ、除去するセノリティクス薬は、盛んに開発が進められています。今回は、免疫老化と、それが引き起こす疾患について深くご紹介しました。免疫老化は避けられないものかもしれませんが、正しい知識とカロリー制限など生活習慣の改善で、その進行を遅らせることができます。そして、現在臨床試験中である、いくつもの新しい老化細胞除去薬に対する期待が高まっています。皆さんもぜひ、まずは日常生活から取り組んでみてください。ご視聴いただき、ありがとうございました。